お酒の入った、はい、今日はねバレンタインデーってことでいただいたチョコがあるんですけど、じゃん、チェリーボンボン、お酒入ってるやつだと思うんですよね。そしてこちらアルコールチェッカー、食べる前にまず測ってみます。はい、 0.00 です。おお、やっぱリキュールとブランデーが入ってますね。おお、結構ね、開けたらもうお酒っぽい匂いがする。さくらんぼをお酒に漬け込んで熟成させたものにチョコレートをコーティングしました。ほら、運転前やお子様はご遠慮くださいって書いてある。今日は一つだけいただいてみましょう。うまい。中からブランデーが溢れてきた。うまいね。確かにこれ運転前はまずいかもしれないね、食べたら。はい、そして一つ食べ終わりました。きた、 0.50。強火が 0.15 とかじゃなかったっけ。おお、がっつりお酒入ってますね。やっぱ角なので横の2つも今日1個にしようと思ったけど、いただきます。うん、またお酒が入ってるか。うん、すごい。おー、やっぱ低かった。 0.5 です。そしてあれから約10分後、おお、もう体が処理したんかな。